ちょっといつもと風格出てくるの知らねえよ。そう、自分で言ってたら痛えだろ。自分でカリスマって言ってるやつってほんと信用しない方がいいぞ。すごい弱さの表れだからな。ほんとに。寒いぞ。ほんとそういうのは。人から言われることすら、俺なんかラジオとかでも、なんか言われるわけ。カリスマゲーム実況者のみたいな。俺ってさ、何にも肩書きがないから、とりあえずきらびやかにしてあげようみたいな形で、絶対そういう風に台本書いてあるんだけど、え、このカリスマ消してくださいって。俺絶対毎回言うからね。マジで言うから。え、これ消してくださいって。俺嫌なんで。そうやって紹介されるの嫌なんで。なんなら無職で紹介してくださいって。ただの無職の加藤純一君ですって呼んでくださいって。嫌なんで僕。すっごいもてはやされて、テレビとかにいっぱい出てた美容師さんがいて、そいつが実は美容師免許持ってなかったみたいなニュースがあったわけよ。それで、偽物の代名詞みたいなイメージがついちゃってるの、俺の中で。本当に。安い言葉になっちゃったわけよ。一時期すっごい、俺が多分18ぐらいの頃、ものすごい使われてたの。美容師に特に使われてたの。で、その中でもトップのトップみたいな、やつが、もう本当にカリスマ美容師みたいな感じで、もう予約1年後とかまで取らなきゃいけないとかいうやつが無免許だったって聞いて、伝説みたいな感じなのかな、わかんないけど。それで俺たち世代のカリスマっていう言葉に対する安っぽさ、だ本当にレジェンドってカリスマなんて言われないで、イチローってカリスマなんか絶対言われないでしょ。能力があんまないけど、とりあえずなんかもてはやされてるやつが、なんかとりあえずつけられてるみたいな、イチローとか祭りとか、絶対言われないから、本当のやつだって言われないわけよ。だ自分も一応そういう風になりたいなっていう願望があるから、絶対自分で口に入れようとしてる。カリスマはギリシャ語で神の賜物だって。へぇー。神の賜物なんだって。ヒカキンもカリスマなんか絶対言われないじゃん。ナンバーワン YouTuber のって言われるでしょ。なんか本田圭佑とかがな、自分のことを、はあ、本田圭佑が、はあ、プロフェッショナルみたいなこと言う分にはなんかかっこいいけど、おもろいけど、 YouTuber がカリスマって言葉使っちゃダメなんだよ。安っぽい。本田圭佑が言ってたらかっこいいわ。圭佑本田よなみたいなこと言ってたら。で、星稜高校ってすごいよね。野球では松井を輩出して、サッカーでは本田圭佑を輩出してるんだな。星稜高校山下監督、もう山下監督絶対引退してるけど、いや光以外にも使ってるやついっぱいいるって。絶対いる。若者は使いたい気持ちがあるんだよ。本田星稜高校だよ、松井の後輩。あなたが加藤純一なんです。友達が言った通り犯罪者みたいな顔してます。最近出てきたんだよね。なんか人殺しちまってさ、で、最近出てきたんだよね。シャバに。うまいわ、やっぱシャバの空気は。10年懲役行ってたから。23から。ほんとだよ、これちなみに。